パンでこうやって髪の毛抜いてと何してる？いや分からん。めっちゃ絡まってる、めっちゃ絡まってる。座ってんちょっと。座って。泣いとん。これもう切った方が早く。笑ったん。いやこれ切らなあかんかも。切らなあかん。これやばいわ。結んどうでも。え今日くくっとったっけ髪の毛？くくっとった。今日リュウちゃんで朝くくったん。ああ。違う外し方やん絶対。な。いや絶対くくり方やんな。元をたどれば。うん。こんなんなったことないもんな。ならへんな。すっと取れるもん。また俺のせいみたいな感じ。どうしたん？え、うの持ってん。待てこれあれじゃん。このゴム切ったらいいんじゃん。ゴム、ゴムを切ったらいい。待ってゴム切ってもでもそこはぐちゃぐちゃのままちゃん。なんでよシュって取ったら。ハサミ。ハサミ。取れへんのほんまに。櫛で溶けるちゃんと。わからんよ。やってみな。どこやめて触るな触るな。どうなってるか分からん。何したん？え、あの探したらいいやん。私のパソコンの横とかゴムさ、ゴム20、30にしてるやん、うん、それをさ、こうやって1本ずつ引っ張って、うん、あの抜いてってしとったらさ、うん、あの髪が多すぎて、うん、あちゃ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 衝撃の絵づらいでそれ抜けた？解いてん？それほどいたらなさなあガーってやったら全部剥げるでなあエクステと一緒よ。エクステと一緒。ハサミで切った方が早いと思う。ちょ動かんときな。なんて動かんときなの。あ、手がかぶった。なんか猿が毛づくろいしてる。ミスったもん。あ、最悪や。まあ、ゴリラの息子なんで。娘です。娘ですって言わない。取れそう？花の子です。腰通りそう？うわ、惜しい。バイバイ。今腰折った。腰取って、後ろ。後ろ引き出す。輝いたらはい待ってんななジェットしてん探したのは広い怖い怖い怖い生き物がかりやなできた？トカヤマヤが引いとってんそれあ、そうな木金で、鉄筋で痛くない？ひどくない？な根元押さえてとくねん私がくくり合うとき痛いって言ったことないやろなあもうここを持ってくとくんやん、うん、取ったリプレイをどうぞうまっリュウちゃんはうまい気すんねんけど私小学校のとき耳ねえにくくられるのにめっちゃ嫌やったね光るなこの櫛の先がな頭皮に当たっただけでなギャーって言うねんもう私二度とくくらんと思ったもんねななんでかわかるあれ頭皮過敏やろ違うトラウマやねんなんで助手席に座っとったらな、うん、助手席の首んところを持ってエミちゃんが振り返るねんやんかその持った爪の先がここにガンって刺さんねん、うんエミちゃん爪長かったよ、うん、それがもうトラウマで、うん、ここになんか鋭いものが当たったら痛ってなるうんってなるねえこれはおもろいやん別に痛いわけじゃないやんいきなりな後ろからターンってやられてあまあまあまあそうやけどトラウマやん、うん、それなんでもエミちゃん後ろ気になるやんか気になるなっていうのがあってんやん治ったよかったね今はエミちゃん助手席やからなそうやなうん大丈夫お風呂行っといでそれではい、はい、前髪切ろうか前切ったどこやがなそうかそうかこんな前髪出て見さらせようやでほんまに何それあっちょうだい洗濯してくれたんそこに干したん違う持って帰れってやっとんあ気づいてないわ磁石も一緒今日のもここにあるしなあ入れてくれたん磁石も一緒に磁石はいいわありがとう。何やっと
ションスライムだよ、これ。ええちょっと待って。びっくりした。磁石ついたんかと思った。ごめん、丸めて今ポイして。スライムよ丸めてポイしてもった。ありがとう、洗濯。絶対絨毯にスライムついとる。